よし、じゃあ続きやっていきましょうか。今回、そうだ、ギガントグラウンドなんだけど、その前に確かエクストラステージが解放されたから、そちらをやっていこうって話になったんじゃなかったかな。あれ？エクストラステージやったっけ？あんま覚えてないんですけど、多分まだやってない。ないだよね、そうだよね。で今回、こちら、7の EX ステージやっていきたいと思います。キューブ3つ揃えれるかな？なんか EX ステージは結構、なんか、普通のステージより難しいらしいですね。やっぱり全部キューブを集めないといけないっていうのがあるのもあると思う。ん？これ行っちゃっていいか？行っちゃいましょうか。行っちゃいます。あ、これで傾けると。なるほど、なるほど、なるほど。オッケー。まあ、チュートリアル的なやつかな？ん？あ、向こう。大丈夫ね？オッケー。こっちに、いや、こっち行ってみよう。こっちなんかある。なかった。じゃあちょっと傾けて。あ、DS を傾ける感じなのか、そういう方式で行く感じで行くのね、ニンテンドーさん。OK です。じゃあ、とりあえず普通にこっちで。いや、なんか、こっそり、なんだろう、スピアじゃないや。やばい。ウィーカービーが出てる。ちょっと待って、なんだっけ、キューブ、キューブ。あ、エスパーですね。エスパーはいいんだけど、これなんだ？乗るよ？え？かわいい！ちょっと待って、その前に、待って。違う。この下とかにやっぱりキューブとかありそうな気がする。カーラーン！大丈夫そうだよね。てか普通に泳いでいけんじゃねって思うんだけど。この下とかさ、あるんでしょ？僕知ってんだからね。あるんでしょ？あ、ない！ごめんなさい。ちょっと待って、全然、痛い！ちょっと待って。ごめん。Wii とかスターライズに慣れすぎちゃって操作がね。あ、何お前相席してんだよ。やめてくれ。かわいい！あ、これ無敵な。ちょ、待って、シール。まあ、シールはいいや。これね、ダメだよ。こっちに絶対あるから。よいしょ。じゃあ行きましょう。上行きまーす。あ、電池がある。ということは、ここにキューブがあるっぽいですね。あ、これ乗れる？あ、いけるね。乗ったまま行ける。ここに、電池でキューブってこと。あ、やばい。やばい。もうタコ嫌いになりそう。こうして、待つか。待って。いって、はぁ？いや、タコがめっちゃ避けにくいんだよな。よいしょ。オッケー。うぅ、長かった。結構きつかったな。で、これでキュッ。え？あ、びっくりした。扉か。なんでワドルディ？お前な、何これ、スカキ、外れです、みたいな。あー、エスパーがいるのか。オッケー。じゃ、ちょっとエスパーを吸い込んで、よいしょ、いただきます。オッケー。で、多分エスパーの能力で、二つに電気をやればいいんじゃないかな。あ、どっちだ。下やればいいね。オッケー。これでいいね。こっちでいいね。よし。じゃ、これで宝箱が落ちてくるはずで、ゲットと。よーし、キューブ。やったぜ。ようやく1個。ですね、1個。取り逃しはない。よし。いやー、ちょっとタコちゃんがうざすぎる。もう、チャンをつけたくないぐらいうざい。あ、ちょっと、待って。違う。戻れる？今ね、下になんか星があったんすよ。うわー、まあ、でもね、あそこにキューブあったってことは、キューブではないと思う。多分ワンナップとかそこらだと思うんだよね。まあ、それだったらいいかな。よし、じゃあ行きましょう。んで、はめる。で、ぐりぐりすると、あ、水が出てくる。なるほど。はーん。戻すと水が止まるって感じね。オッケー。覚えとこう。で、今度は。これは普通にやっちゃっていいか？これまだやらない方がいいのかな？まあ、いいや、とりあえず水出して、下戻す。戻しとこうか。で、戻して、これ上登れるもんね。これ下になんかあるのかな？下に、あー、ワンナップがあれか。なるほど。オッケー。じゃあ一応、ワンナップは取っておきましょう。で、戻すと。戻して、ワンナップ1個。キューブどこだ？ん？これは違うもんね。キューブはないな。ないですね。これ壊せるわけではない。あって！なんでワドルディなんかに。よし。で、あ！雪やコンコ。はい。これ前やったよね。ってことは、これで何かしらやるってこと。かわいいじゃねえかよ、お前ら。まあ、消すけど。お前はスカキャラ。お前はスカキャラなもんね。あ、ため技で、なんかすごい。おお、ルンバ。ため技今できたよね。あ、どうやってやんだ。あれ？できないの。まあ、いいや。ぐり。水を出すんで、あ、これで向こう行って凍らせるってことかな。これもかな。こうして、水出して。あー、なるほど。これを持っていけばいいってことか。ちょっと待てよ。まず凍らせます。凍らせる。んで、さっきのブロックを持っていくって形じゃないかな。上に持つ。で、これ時間制限で壊れるのかな。よし、オッケー。で、あー、
待って、あ、滑る。こう、あ、違う、もうやめてください。しっかりしてください、トランクさん。ごめんなさい。よし、これで、電気か。おー。で、いけ！よし、これでキューブゲットだ。やったぜ。いいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。そして、これは？あー、なるほど。これかっこいいな。これ向こうなんかいけ、まあ、いっか。とりあえず、でもキューブはゲットしてるから、いいんじゃないかな。よし、行きましょう。で、あとは、上。あ、ロボットこれでお別れか。ロボットさん、さよならバイバイ。ありがとう。俺はこいつと旅に出るわ。カービィと旅に出るわ。ん？なんだ？あ、出た！ソフトクリーム方式。あまりいじっちゃいけないやつ。よいしょ。これ上がっていく。なんだ？あ、ロボットじゃなくて、あれか。ちょっと待って。どうやって進んだっけ？あ、これか。ジェットになりましょう、じゃあ。エスパーちゃう。まあ、実際に僕は言いたくないんですけど。待て。ちょっと。ほっ！はっち！オッケー。よし。で、これで一気に上がっていくか。上がっていきます。ほっ。何？あ、ここいいのか？行っちゃって大丈夫？あとは？キューブがないんだけど。あ、この BGM いい。好き。あ、これで、サメがやってくるから、それを避けるってことか。なるほどね。来た、危ねえ。よし、これでこう行って上上がって。これ行っちゃっていいか。普通に行きます。壊す。キューブどこだ、キューブ。やべ、そろそろキューブが欲しいぞ。よいしょ。取り逃しは多分ないと思うんだよね、今のところ。やばい。はぁー！危ねえ、食らわなかった。オッケー。で、ここちょっと休憩しようか。ここで一旦待つ必要なかったね、一旦待とう。よし、ここで休憩して、行きましょう。よし、オッケー。で、うぅー！危ねえ！上上がっていく。行けんか。で、ここで、よいしょ、待つ。よし、いいぞ。で、奥にゴルドが行ったとこに上行く。これまだ行けないんだな。まだないんだな。キューブよ、どこにあるんだい？教えてくれたまえ。我にキューブを与えたまえ。上に上がる。ちょっと待って、上に上がると思わせてここにないか。じゃあ上上がりましょう。ここで敵が、ん？上がれるな。上がれるけど、こっちちょっと行ってみようか。こっちに何かしら見えない先に、キューブがあるわけではないな。違うな。ホイールなとこ。これホイールで行きます。で、ワドルディがいる。じゃあちょっとちょっと、アイスをくれ。行きます。よし。あ、ちょっとウィリージャンプしやすくなっ、ボスか。待て、大丈夫。何これ ?RE キングズドウ？何 ?RE って何？変身変身ボ、あ、なんか、E メールかなんかの変身でこんなんあった気がするんだけど、RE って。よいしょ。よし、OK だ。どうだ。OK。何にも。問題は、ござらんと思ったら意外とやばいぞ。ちょっと待って。相手が真ん中来た時。これで煽りつつ、相手を真ん中におびき寄せると。痛い！やばい！こっち来いって。はい、こっち来いって。よし、いいぞ。これで、こいつ、お前を、撃殺する！さらばだ！よし。で、お前は多分吸い込んどいた方がいいでしょ。して。あ、危ない、ビームね。オッケー。多分ビーム使うんじゃない？下？上は特にないから。何かしら多分ビームがないといけないところだと思う。あった。え？何？え？どういうこと？押せよ？あ、普通でいいの？やったぜ。めっちゃ普通にやった。なんでビームも何も関係ないじゃん。3年4コンプリート。やったぜ。いや、よかったな。よいしょ。で、上がって。イエス！オッケー。いや、ワンステージ、やっぱりエクストラステージだと長いね。はい！攻めた結果だと思ってるので、僕は全く悔いはないです。はい、むしろ、すがすがしい気分です。やったぜ。はぁ、でも金のステッカーゲットできてないから、多分どっかにあったのか、それともないのかわかんないですけど、とりあえずこれで、キューブ。エリア3はすべてクリアかな。完全クリアと言っていいんじゃないかな。まあ、完全クリアではないけども。じゃあ次は、次回はね、また、エリア4、改めまして、やっていきたいと思います。エリア4の1、え？ここ？あ、ここもやってんだ。あ、前回1やったのか。で、エクストラステージ飛ばしてたんだ。じゃあ今度、こちら、エリア2をやっていきたいと思います。ということで、じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。バイバイ。